40発サプレッサーはでかいな。バレねえもんな、マジで。えー、遠距離であんな削るの、マジで言ってる。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ、B&T MP9 を当てました。やったぜって感じですね。で、こちら MP9、前にやったシグの MPX ちょっと比べていきましょう。なんか、まあ、同じようなね、確かにこれも課金なんですけれども、これと比べるとはるかに連射力が高いです。射程と攻撃力が、まあ、短くなってる。まあ、MP7 っていうところなんでしょうかね、MP9 なんでね。てか、MP7 と見比べた方がいいか。ちょっと MP7 の、適当に持っていきましょう。まあ、こちらがね、一応 MP7 になるんですけれども、まあ MP9 ということで、7の後のやつですね。連射力がはるかに上がっておりますね。これすごいね、15超えて、ウージー並みですね。で、40発あります。これはね、恩恵受け継いでますね。で、そのまま、安定性とかは若干、ね、低くなってしまってるところはありますが、連射精度も、あ、ちょ、全部下がってるね。なんか射程だけちょっと伸ばした感じだね。まあ、これがね、どこまで変わったか。で、初期でサプレッサーついてんのかな、これ。一応で手袋をタイプ1つけてね、そのままいけるようにしていきたいなとは思うんですけれども、なんだろうね、どういう風に違うのかちょっと使いながらやっていきましょう。さあやっていきましょう。これマジで言ってんのこれクソほど使いづれんだけど、今ちょっと打ったらやべえかもこれ。ガンガン近距離で当てていくような感じなんでしょうか。リロードは早い、素晴らしい。今のリロードはただ初期サプレッサーだったんで、あんまり見なかったな。手袋タイプ1なんですよね、僕ね。おお、すごいな、今の火力。今の火力はすごい、マジで。これ外せないんですか、サプレッサー。外せないですね。あの一瞬の火力はすごかった。これ、ここがすごい。この瞬間がすごい。やられた。ああ、無理ー。絶妙にすごい火力を発揮するときがあるな。ほら、あ、これあれか。あ、間に合わない。さあ押されまくってますけども、これガンガン無視していきましょう。うん、おー、ナイスカバー。燃焼力が早いからかな、こんだけ火力出んのは。何なんだろう、理由があるんでしょうね。まあ、多分これね、後ろから撃ってもバレないと。撃つだけお得。撃つだけお得。あ、ほんだけ、後ろ。40発サプレッサーはでかいな。バレねえもんな、マジで。遠距離であんな削んの、マジで言ってる。マジで言ってる。半分持ってってたぞ、今。MP7 ちょっとシャティだけだよ。今の一発。そんな持ってく？俺そんな。これ通常の MP7 系統だったら、ちょびっとしかダメージ入んないよ、これ。防弾能力貫通能力ついてるよな、これ。マジで言ってる、これ。めちゃくちゃ当てるのは難しいけれど。ダメージやばくね？ SMG より入ってる感覚あるけど、これ。今までどんなもんだか、これ耐えろとか。いや、ここが難しい。マジでこの反動を抑えるのがむずい。半分持っててんな。マジで早すぎて、マジで反動を抑えるのむずい。あー、マイガー。まあ、覗くなくてはいいと思うんだけどね。覗くはそんなに必要ないかなと感じます。まあ、あんまり、必要性を感じない。マジでやべえんだけど。いやー、反動ブレがやべえただそれだけ一つ言えんだ。
頭入れたぞ。厳しい。マガジンチェンジ。ああごめんなさい。なんだろうなこのダメージの入り方。マジでわけわかんねえ。怒っちゃった。オッケーオッケー。あと10キルだけど浮き焼き追いつくのは厳しいかな。さすがに終わった。これめっちゃむずいけど面白いな。さあやっていきましょう。4対5、少人数戦好きですよ。ちょっとボタン貫通力見たんですけど、まあ普通に50でしたね。あの MP7 とかと一緒で普通なんですよ。普通なんですけどね、 MP7 よりダメージが出るような感じがします。何なんだろうなこれ。あ、俺戦闘か。戦闘で行くとダメだ。あ、やべ、行くの。そうなるよ。絶対これやんないといけないからね。これすごいよな。絶対見ないけどね、相手君。わあ、左行った。あ、判定もらえないか、今の。今のね、やられてしまいましたが、爆発させてくれて、味方が。味方のおかげで1スコア入ったを。お、なんか人数が大丈夫か。こっち2人増えて相手増えてない。まあもう一回ね、スモークでも耐えておきましょう。いっ、大丈夫。お、普通に倒しましたね。お、普通に入ったね。手榴弾意外とこういうとこいるからね。俺がそっちか。マガジンチェンジ。やばい、 UAV されてしまった。うえ、マジハンドガン一撃やばすぎ。まさかのアンジェロに一撃で殺されるというね。やばいね、あの武器やっぱね。半端じゃないぐらいダメージ入ってたよ。アンジェロ最強ですね。リロード、マガジンチェンジ。あ、ビブラストいきましょう。お前か、待ってます。来ないかな。ちょっと待ってます。あー、そっちか。残していきましょう。あと3人か。見えねえな、センター。マジ？入っちゃった？敵リスか。侵入しちゃいましょう。手榴弾投擲。あれ、こっちか。はいや。さすがイズベイ、いい使い方されたな今の。ちょっと自信あったんだけど今ね。爆弾の次元装置が解除された。まあでもね、あんまりね、MP9 の弱いところはね、出さないようにしていきましょうか。やっぱ中距離ぐらいから、中距離とか近距離から、中距離に近いところで
もうね、あのばらけ始め、ばらけて当たんなくなっちゃうから、運ゲーになるからね。そう、この距離、この距離とか、まさにそう。まあ、なるべくね、うまいとこ使っていけるようにしましょうか。いやー、バレちったー。絶対わかんねえだろうなと思って言ったんだけどね。なんかシフォ持ってたごめん。さあセンター一人で FB ぶん投げていきましょう。大体食らって、あ、でも、あ、いけると思うんだけどな。やってみよう、奥目で。そのパターン、それは無理ですわ。これは引きます。スモークがあんだけあるとね、無理だね。決め打ちも食らうし、 V 取ろうとしても決め打ち食らうし、きついからね。さあここ分断しちゃいましょう。あえて手榴弾投擲、これで取って、さらにもう一個スモーク入れていきましょう。これで多分決め打ちならしになるだろうけど。リロード。目標地点の偵察を要請。おお、ライン確定したね、これで。敵制圧。さあ落としていきましょう。ラスト処理、牛丼。牛丼突破隊でございます。うん、ナイス。スモークの中でのやっぱり。サプレッサーはすごく優秀ですね。バレないし、撃たれてるのかどうかすら分かんないから相手は。なに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 って死んでちゃうから。手榴弾投擲。ちょっとあっち止めるか、やばそう。大丈夫か、なんか入れ違ってる。リロード。まあリロード早いんでいくらでも。リロード。ここで泣いとけばとりあえずちょっとビビるっしょ。味方が撃たれた。 V されてもそれをうまいこと利用して進めば問題ない。味方が一人いればね、 V ってあんまり見なくなるからね。されても目の前に味方がいたら。微妙な形、センターと将来には確定しましたね。これで目標地点の偵察を要請する。詰めましょうか。こんな感じで待ってれば来ると。まあ、この場合はもうね、裏行っちゃう。おっと、それはやばい。さあ、して落とす。あー、そっちからのこっち。さあ、行ってくれ、ハゲマルフォイ。お、いいんじゃない、その回り方。その回り方はいいぞ。あー、ナイス。素晴らしい。さあ、結果を見ていきましょう。こないだやったアサルトのあの連射高い武器みたいなイメージですね。あ、でもほら、オーバーしてるよね、これで。かなりオーバーしてますね、一人倒すのに。優秀。あとは削って倒してるね。さあここは思いっきり、今回は先端行かずに思いっきり前に詰めてみましょう。このラウンド死んでもいいんで、ちょっと一人で行ってみましょう。やべ、これ無理だ、帰ろう。無理、行こうって言ったけど無理でした。手榴弾投擲。怖い。うわー、開ける。手榴弾を取って。いやー、怖かった。ここにいてる？これ投げておけばとりあえずごまかせるやろうみたいな。ありがとう。センターや。どこ行った？追っかけていかないと。いやー、二
C4 を発見したんだろうな、おそらく。C4 を見つけた発見だね。完全に敵はその目の前にいるぞ。完全にミスってたね、今ね。ジャンプ音しないので、おそらく敵はそちらで合ってるでしょう。センター上がりは考えにくい。まさかの C4 捨てるパターンではないでしょうか。取ったね。音消して取りましたか。気づいてないね。気づいてない。こっち行ってやっとこうか。とりあえずは。どっかで張っちゃうでしょう。設置しないにしろ。さあ、大丈夫か。頑張ってくれ。あーらららら。ら、だがしかし削れてるんで、もうデスリーフ一撃で殺せます。個人的にはこういう時は意外とね、センター側行って音聞くのがベストかなと思います。来るか。あー待ってましたあー待ってましたって感じだ。はい、そのわけで BTMP9 を遊ばせていただきましたね。え、どうでしょうか皆さん。 MP7 と MP9 だったらどっちがいいでしょうか。まあ、個人的にはね、 MP9 の方が使ってては楽しいけど、 MP7 の方が安定感はあるかなと思います。まあ、でも初期サプレッサーなんで、個人的には組み合わせで使っていいんじゃないかなと思います。 SMG45 と MP9 をうまく使い合わせて戦っていいんじゃないかななんて思うので、かなりありだなと思いました。近距離での強さはマジ抜群ですね。本当に良かった。というわけで、ぜひぜひ皆さん、ユーロで売られてま、あ、ユーロじゃないや。今なんだっけ、なんかのボックス、ワンチャンスボックスかなんかであったかな、俺当たった。それ当たったんで、まあぜひ、ボックスかなんかに出た時とかは当ててみてください。そのわけで今回ここまでになります。面白い、面白いじゃない。お疲れ様です。